おしゃべりからあげあげたくん。広島転勤初日、お弁当のおかずが話しかけてきたんだけど、なんかだいぶお弁当感が出てきたな。どうも。あの時のご飯だ。飯蔵です。でっか、弁当のご飯丸ごとなんだね。飯蔵はおっとりしとって、ようボケっとしとるけ、あの時みたいなことが起きるんよね。あの時はごめんなさい。いや、ここまで次々におかずに話しかけられて正気で入れるのは君のおかげだよ。そう言ってくれると嬉しい。あ、ここの米さん誘客できちゃった、恥ずかしい。いや、全然違いわかんないんだけど。よっしゃ、これで全員揃ったで。あげた、のりお、ポテスケ、草野、のりお、飯蔵。のりお2回出てきてますよ。よろしゅう頼むで、山田。息子の広島転勤初日、大丈夫かしら。お弁当を開けたらおかずたちが話しかけてきてたりしないかしら。俺のお母さん、お家に使うなよ。